ミート・ザ・ミュージシャン2011年にミニアルバム「もしもし原宿」でデビュー唯一無二の個性で幅広い層から支持されるアーティストキャリー・パミュパミュパミュュがアアップルストア銀座に初登場します昨年11月に日本武道館公演を成功させ今年2月からは世界10カ国を回る初のワールドツアーも決定している彼女が全世界から注目を集めるミュージックビデオ海外でのライブ活動 そして日本の可愛い文化について語っていただくこういったイベントとなっていますモデレーターを務めいただきます増田セバスチャンさんそしてキャリーパミュパミさんです皆様盛大な拍手でお迎えください すいませんあマスターセバスチャンです今日はモデレーターを務めさせていただきますよろしくお願いしますケリーパメパメです今日はお集まりいただきましてありがとうございますよろしくお願いしますはい。いや、あれですねなんかあの二人で喋るのって実は、はい、結構公の場で喋るのってデビュー前以来だよねそうですね,ねなんで意外とレアな、はい、今日は あのことなんですよね。そうです。うん、あの本当トークショー結構珍しくて、最近私も全然やっていなかったので、今日すごく楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。はい、皆さんもフリーソーデーションの PV は見ていただきました。どんな感じですか？<laughs> <laughs> そうですね。はい、これ今回どうなんですか。フリーソーデーションはどういった？今回はですね。うん、あの私1月の29日であの。 私事ながら二十歳になるんですけれどもその二十歳のお祝いソングとしてプロデューサーの中田康隆さんが書き下ろしてくれた曲で二十歳になるとまたやっていいことっていうのがすごく広がっていて例えばそれはお酒だったりで私自身もまだ未成年でそういう居酒屋とかもすぐ返されてホテルに返されていたので地方とかだと二十歳になったらお酒も飲めるということでちょっとその大人のキャリーを私が演じていて。 まあ泥酔しちゃったりだとか、あとは恋をしたりとか、モンスターとなんですけど、うんうん、そういうあの赤と白の紅白でまとめた世界観の PV になってます。そうですね、なんかフリーソデーションっていう五感が面白いですよね。そうですねこれ。最初中田さんから、どういった感じでフリーソデーションにしようって言われ,、はい、言われたなんかね、メールが来てて、うん、なんか 二十歳のお祝いソングってどうかな、まあ例えばフリソデーションみたいな感じなんだけどみたいな。な結構意味のわかんない、ねここでデ。デーションが入るの <laughs> 来てて、で、何のことなんだろうと思って聞いてみたら。あのセレブレーションと振袖がきっとかかってるんですよね。なるほどはい、なので、まあ、二十歳のお祝いソングで振袖。のお祝い曲みたいな感じになってると思います。うん、それで、まあ、最初この、まあ、P. V. 見ていただいて、赤と白で。 はいはい、彩られてるんですけど最初監督から赤と白だだけしか使わわないいでくださいって言われたのそれで、うん、うわどうしよう一応カラフルが売りなんですけど赤と白しか使えないって結構どうしようでも多分赤と白しか使えないんだけどもこの皆さんのイメージの中では結構カラフルにできるようなことできないかなと思って、うんまあ、いろいろ考えたんですけど。はいまあ、あの テーブルの上のフードとかも全部考えたんですけど。そうですよね。コ、はい、バスさん多分赤と白って言われて一番困った人ですよ、ね。すごい困りましたね。<laughs> う,ん、うん。でもまあ赤と白って逆に楽しいもうかなっていうのがあって。私、はい、すごいびっくりしたのが、うん、あの PV の中のその食卓の上に真っ赤なチキンが出てくるんですけど、うん、これな何な,なんだ真っ赤なチキンと思ったら色を。 ペイントされてたんですよね。そうそうそう。食紅で真っ赤にして、うん、でまあ全部赤い食べ物にしようと思って、であのまあチキン切ると白くなるみたいなのをやりたかったんだけど、うん、切るシーンまでは撮らなかったんだよね。はい、そうです、ね。な中は作ってたんですけどね。本当に細かいところまでさて、うん、私もあのスタイリストさんと衣装を考えるときに、やっぱ二十歳だからカラフルにお祝いしようみたいな感じで色付けてたんですけど。うん 赤と,白と言われて <laughs>、うん、じゃあこう「紅白」の衣装で考えようって言って、うん、あ,のああいうちょっとなんていうか着物風の衣装になっていて、ね、であえて振袖にしなかったんですよね。今ちょっと流せます <laughs> 音なしでフリソデーションの見ながらね解説するとなかなかあの美術的な観点で僕こういっ,ういった PV を説明すること少ないんで、うん、結構面白いのかなと思うので、はい、ちょっと簡単にキャリーちゃんの。 はい、からと僕の方から説明したいと思います,す、ね、はいあとザクロも,ありますも、ね、そうザクロもね、うん、そうこれよく見てもらうとチキンが真っ赤なんですよねそうなんですこれびっくりしました、うん、であのやっぱりこの,あの未来の食卓みたいのがやっぱり将来的な二十歳になって変わるので未来の食卓みたいなイメージしててあ、うん、あいったゼリーの中にも実はいろんな宝石が入ってるんですよね、うんうん そうなんですよ細かいね宝石入ってましたよねあとこれ私撮影してて思ったんですけど結構本物セバさん使われてたので全部食べれるんですいい匂いがしたんですあのゼリーの匂いとかただまあ撮影時間が20時間ぐらいかかったのでザクロ切ってても最後の方がなんか黒くなってきちゃってそれがちょっと困って何回もスライスし直したりそういった苦労がありましたね はい、あとスススーーーツツモンスタースーツお化けあそうだこれも出てきますね、うん、これ監督に、まあ、スーツの、まあ、大人を象徴するようなモンスターを作ってくれって言われて、うん、その時どうしようかなと思ってとにかくなんか大人イコールなんかちょっと汚い親父みたいなイメージがあって <laughs>、うん、それでそういったこのなんか親父っぽいでも可愛いモンスターみたいなのを作ってみようかなと思ったんですよね。なのでこう葉巻を 加えてて、歯もやにで真っ黄色になってるみたいな。で、もっと、うん、本当は。あのー、最初の段階では、こう。顔も緑色にしようとかもっと気持ち悪くしようって思ってたんですけど。うん、それはスタッフの人に止められて。<laughs> そこまで言ったら、キャリーちゃんの p V. じゃないって。<laughs> やりすぎちゃうと、うん。やりすぎちゃうとね。確かによく見ると、すごい気持ち悪い、なんかイボンみたいなのついても。そう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 。うん、<laughs> うん。びっくりした。うん。そういった大人に対する。うん、なんかちょっと。 キャリーちゃんがこうアンチテーゼみたいなことをするみたいなのがああるととといいかなと思ったんですよねこのダンスすごダンスがすごく難しくてですね、うん、過去最高の BPM200 ぐらいでめちゃくちゃ速い曲で,もうでこうダンサーさんがやっぱプロの方ですごくキレッキレなので私も負けないようにこれみんなで揃ってないと格好悪いからということでもう本当に頑張って振り付けを覚えて。うん なんとか。練習時間少なかったんでしょこれ。これ、そう、二三時間ぐらいですね。うん、それで、でれで一生懸命思いま。ね、もうびっくりした、いつも、まあ、キャリーちゃんって。まあ、P. V. の現場に入ってる時って、割とこの曲も、デモ段階のものがやっとこう出来上がってきて。それで振り付けも、覚えたばっかりで来るじゃない。そうですで完璧だよね。あ,とあんま覚えてない時に来てます。<laughs> でも、完璧だよね。<laughs> はい、これはもうね、覚えないとなと思って、うん、本当頑張って。覚えたんですけど、すごく振り付けも可愛くて。うん ちょっと難しいんですけどねかっこいいです、うん、うん。あとこの酔っ払いの演技を <laughs> <laughs> 頑張りました、うん、はい。なんかキャリーちゃんのこの良さがすごい出てるなって<あ>酔っ払いとかもねありがとうございますメーテレさんでやってるキャリパミュージョンっていうのがあるんですけど僕まああれもアートディレクションやってるんですけど、はい、あの番組は本当にキャリーちゃんの素が出てて僕大好きな番組で、はい、見,見たことあります ーーのあの東京でやってないのっていう DVD が一応出ててうん、うん、最近でも地方で流れてるみたいですねうん、うん、なんか、うん、そういった感じのこのキャリーちゃんのすっぽい良さが出てるかなって思いますしすごいもうだって YouTube4 日で200万回ぐらい回ってるみたいですよ<ー>すごいですよねう嬉しいです でこ,このこの P.V. であとまあ僕の方のこだわりとしてはリンゴが出てくるんですけどリンゴっていうのは僕の中ではちょっと禁断の実みたいなイメージがあって、うん、その大人になるとその禁断の実に手を出すみたいな意味があってリンゴをチョイスしたんですよね、うん、<laughs> へー,へー虫さん出てきますもねうん虫出てくるよねかわいはい、はい、まあそんなわけであのフリーソデーションの解説したわけですけども、はい、なんかえっ、ー、とまずはこの キャリーちゃんと僕との出会いっていうのを話した方がいいのかなとんかいつの間にか一緒にずっといるみたいな感じですけど、うん、実は出会いっていうのがあってそうですねまあ最初、まあ、キャリーちゃんが、まあ、僕がやってるブランドの6%ドキドキっていうお店があるんですけど、はい、そこにお客さんとして来てくれてたんですね。 あの原宿にあるすごくかわいいお店で柴田さんが手がけてる6%ドキドキというお店があるんですけどずっと行っていてめちゃくちゃかわいいんですけどあの程よくお値段があの高い当時ちょっと高いものがたくさんあってで一生懸命アルバイトをして頑張った自分にご褒美として買いに行っていたお店です。はいうんうん、それでなんかあのスタッフから そののお店のスタッフからなんか大きなリボンした可愛い子がよく通ってくるよって言ってて誰だろうなと思って見たらキャリーちゃんだありがとうございます <laughs>、はい、それでまあその後にじゃあそんな可愛い子がいるんだったらっていうことで僕がディレクションした雑誌の表紙に出てもらってそっからお仕事させてもらってで私もそれでセバスさんと出会った直後に。 キャリーパメパメとして2011年の8月にアーティストとしてデビューさせていただいていろいろ PV だったりそのア,ーアートをこう作っていこうってなった時にあの絶対にセバスさんに頼みたいということを自分からお願いしてそれでもセバスさんとどうしてもお仕事したいし私がやりたいことはもうそのセバスさんが思っていることときっと一緒だからいろいろ楽しいことやっていけたらいいねって言って PV とか。 いろいろそういうテレビ番組でもお世話になってます。うんうん、最初そう p. V. で呼んでくれて。キャリーちゃんの、それがポンポンポンなんですけど。はい、キャリーちゃんの好きな世界を作ろうと思って。まあそれは、じゃあ僕の持ってる私物だろうと思って。うん、私物をトラック一杯持ってきて、とりあえず並べたんですよ。はい。それがポンポンポンのビデオなんですね。うんうん、はい。で。あの撮影って横でキャリーちゃんが赤く顔を塗って。面白かったね。<laughs> 赤っ顔を塗って違うところで撮影してたんですけど、うん、キャリーちゃんがずっと美術セットばっかり見てて <laughs> いやこれ、気になりますよ <laughs> これ映像で見るより生で見る迫力の方が本当にすごくて。うん、あのー これしかも私物っていうのがまず半端ないですよね <laughs> セバスさんの乙女心がたくさん詰まってるなと思って、うん、気になるアイテムがたくさんありました。とにかくその、まあ、撮影のこともあったんですけどキャリーちゃんを喜ばせたいなっていうのがあったんですねこの時は。はい、なので今ここ,こからここまでで見るとあのこういったおもちゃがここまで並んでるんですけど実はこの倍作ってるんですよね。うん、なののので現場だとこの撮影の画角の中 だけけ作ればいいんですけど僕はそのキャリーちゃんを取りとにかく喜ばせたいと思ったんでうん、うん、この倍作ってそしたらどうかなと思ったら、うん、やっぱり反応が良かったんで <laughs> そういった現場の空気みたいのも一緒に作ったっていうのがある、ね、そうですねうん、うん、いやでもこれはもう純粋にプロモーションビデオを撮っていたっていうのもあるけどこの可愛いものに囲まれて撮影できたっていうのが一番幸せな思い出でしたねうん。に セバスさんの部屋ってこんななってるんですかって多分皆さんもそういうふうに思ってると思うんですけどそういうふうに聞かれた時には全く僕これないんですよ、うん、部屋にはどういう部屋かっていうととにかく僕虫が大好きで <laughs> 虫の本当の昆虫標本とか、うん、虫置いてるって言ってましたもんねあと,、うん、あと牛の角とか、うん、そんなのばっかりで意外とこう地味なんですけどね、うん、地味っていうのかな地味ではないですね <laughs> うん、ねえでも本当にすごいこれが段ボールに詰まってるのがセバスタンらししいいなと思いましたけどこれがやっぱりなんかあの、まあ、ニューヨークとか行くと、うん、みんなまあ海外とか行くとみんなこれ見たよって言われてもう最初は今キャリーちゃんの名前で結構みんなわかるんですけど最初は、はい、あ,のあのビデオほらあれあれポン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 ってずっと言われててポポ、うん、ポンポンポンがあるって,覚えてましたよね最初ね、はい、それぐらい今浸透しててね。 うん、うん、嬉しいですね、うん。こういったのがあって、はい、まあキャリーちゃんというのは原宿の河合大使に任命されたんですね。そうです。原宿河合大使に任命されましてで、私自身も高校生の時からえっと原宿系の雑誌のモデルをやっていて、ジッパーとケラという雑誌なんですけど、で自分もその原宿と出会って、キャリーパミュパミュという第二の人生を歩んできて 来ているので、原宿可愛い,い大使に任命されたというのはすごく嬉しくて。明日あの成人式があるんですけども、原宿可愛い,い大使として渋谷区の成人式でライブをさせてもらいます。うん、なるほど。はいそ、それすごいね、なん、ャリちゃん出てきた、みんなどう思うんだろうね。ちょっとどういうテンションなのか、気になりますよね、うんうん、会場。みんな同い年ってことだよね。そうです、同い年で、渋谷の方たちなので。うんうん 楽しみですね,、うん、そうですね今の二十歳の象徴的なやっぱり存在なのでどういうふうにみんな感じるのかなやっぱり、ね、うんなんか自分たちの中からキャリーちゃんみたいな子が出てきて嬉しいとか、ね、うそういう感じで思ってくれるんだったらすごく嬉しいですけども、ね、ちょっと今ポンポンポンのビデオが出たのでちょっとずつ衣装とかダンスとか、はい。 振り付けとか、その辺のことから、どんどん説明してったほうがいいのかな。はい。はい、あ、これはですね、はい、つけまつけるの。えっ、ー、と、アーティスト写真じゃ、いわゆるアーシャというやつですね。うん、うん。これはまあ。まだちょっと可愛らしい <laughs> 方かな。グロ、グロさとか。気持ち悪いというよりは、<laughs> うん、ちょっと可愛い感じのリボンをつけて。うん、普段あんまりベージュとか着ないんですけどね。フリルで。ちょっと可愛らしくしてみました。これは、あの、ディレクターさんは。 ディレクターさんは、えっと、スティーブ中村さんという、はいはい、はい、えっと、ジャケット写真を手掛けてくれてる。方が、えっと、と一緒にお仕事しました。はい。スティーブさんとはどういった感じで進めるの?なんか。スティーブさんは、うん、なんかラフォーレ原宿のビジュアルとかをやっていたりとか、すごく有名な方なんですけど。うん、なんか、あの、すごい英語混じりで、すごいこれはクレイジーななんとかだとか、なんか <laughs>。<laughs> いろいろ言っていて、うん、で、なんか私がやりたいこととかもすごい。 あの受け入れてくれるのでんなんかすごい素敵なものが最高なものができますね。えー、なんかまあそのスティーブさんと1回お食事したことがあって、うんはい、フォークとナイフの使い方めちゃめちゃうまいよねやっぱりね。あそこまで見てなかった <laughs> なんか,なんかなんちょっと日本人と違うなと思う、えー、セバスチャンって名前なんですけど僕は箸の方が得意なんで。うん <laughs> スティーブさんはねちゃんと外国に暮らしてた方で、ね、そうです、あのーうん、日本人なんですけど外海外で育っていて、うん、もうほとんど海外にいる方ですね。なんかあのナイフとフォークをこうなんかあの日本人だとフォークの上にご飯のっけたりするんだけどします、ね、スティーブさんなんか違うんだよねなんかこう寄せ集めて<ー>なんか持ち帰ってまあどうでもいい話ですねそういう,そういう文化の、ね <laughs> はい、国なんですよね。じゃあ続きまして次の写真。はいあ 出た、うん、これつけまつけるのえっ、ー、と女王様の方のあれですねえっ、ー、と写真でこれね頭がめちゃくちゃ重たかったんですこれ本当に途中で頭痛が起きて一回中断しましたもんね <laughs> んこれなんかね私の頭の上につけまのもう一つの顔をつけまつけているマネキンとあとあのティアラのバランスがめちゃくちゃ難しくて結構こう撮影は大変でしたが衣装も すごい素敵で、あの足のところに実は手がこう忍び寄ってるタイツだったり、うんうん、あとこのゴージャスなドレスの中側のえっと裏地がパンダだったり、すごい可愛らしい衣装です。あなんかこうやって大きく見るといいね。うん。で、ね、この芝浦さんがまたセットでな,なんでしたっけこの名前ララフレシアラフレシア。シアうん、このまあセットはですね、なんかあのえっ、ー、と最初こうも監督からこう。 聞いた時に宮殿みたいなものを作りたいと、はい、その中でこのキャリーちゃんが変身してえっ、ー、と変身する物語を PV で撮りたいって聞いたんですね、うん、でその時に宮殿かと思った時にあのー、なんか原宿という街に守られてる女の子っていうのはどうかなと思って考えたんですねその時にこの植物なんですけど植物がこうい 植物に守られてるような女の子って設定でこれを植物として作ったんですよね。ねえんか地底な感じしますよね。でこれが試乗変身後これも本当のお菓子のパッケージなんですね。これもみんなで美味しく頂いて袋のごみごをつけてるじちゃゴミなんですけどはい。 <laughs> あの地球に優しい感じでつけてます。いつもキャリーちゃんはこういった今度こういう衣装で行こうとか、はい、まあスタイリストさんに飯島さんにアイデア出すじゃないですか。はい、出します。大体どういったところで今度こういうの期待とかって思うの？こういうの期待っていうのはやっぱ曲が出来上がって、うん、でそれで。 先に衣装を考えちゃいますねその監督と打ち合わせする前にうん、うん、もうこういう感じがいいなというのは頭でできていて、うん、でも私の衣装って多分ファンの人なら分かるかなと思うんですけどいつもあのパフスリーブといってここの,あの肩のところにふわっとしているボリュームにふわふわのスカートでちょっと少女らしいあのデザインになっているんですこれはもう極端に丸ですけどうん、うん、でその少女らしさを残しつついつも衣装を考えています。なるほどな もうすごかったじゃないですか、はい、あれなんか考えてる時飯島さんとキャリーちゃんの横にいたんですけど、はい、最初すごい絵だったよねキャリーちゃん <laughs> すごい絵でしたねうんなんかこうなんつうのぐ,ぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃーってあーい,いつもぐちゃぐちゃんでそこから飯島さんとスタイリストさんがインスピレーションを受けて、うん、美化してもらってるんでそこから <laughs> あの分かる飯島さんってすごいなと思うすごいって思いましたの見て <laughs> ああ、こういう感じねって言って、すぐできたもんね。うんうん、そうですね。いつもそうです。それが一番最初のあのでっかい一緒だった。そうです。あのモンスターだっつって、結構、うん、急にしたいってことで、もちゃもちゃもちゃって書いたんですけど。うん、はい。うんうんうん、まあ、そういった感じで、結構。あのー。なんだろう、言葉とかよりも、インスピレーションのやり取りが多いんだよね。そうですね。うんうん、もうなんか。意思疎通でお互い分かっている、うん、もう分かってるよみたいな感じで。進んでます。うんうんうん、はい。じゃ、あ続きまして。 これもその先ほど言ってたスティーブさん、中村さんの、えっと、ブックレット写真の「アーシャ」になります。うん、これはあのキャンディーキャンディーという回のブックレットになってるんですけどちょっとそのセーラー服がいいなということでこスパンコール、うん、全身スパンコールの、えっと、柄赤と青と白かにまとめた衣装です。うん、はい。うん あ、これがキャンディーキャンディーの PV で、うんうん、で、えっと、ポンポンポンとつけまつけるときたときに結構、衣装をパロディーされていたりとか考え直したときに、うん、スカートを造形にしたら誰も真似できないんじゃないかっていう、うん、そのスタイリストさんとの案でそんなれうです、これ、うん、あのウレタンっていう生地でスカートを作っていたらもう案の定、これは真似できてな誰ですね、多分誰も。うんはい なんかライブに結構完璧な人いたよねたまにいるんですよね,ねすごいと思うんですけどあのつけまつけるとかもお菓子のごみごみまだごみじゃないんですけど <laughs> お菓子の,あの袋をすごいつけている人いて <laughs> うん、うん、結構その衣装をパロられにくいようにこれは作りました、うんうん、なるほどこれは結構あれでねピンクっぽい女の子っぽい感じなんです、ね、そうですこれ一番少女らしいマジョッコ風アイドルっていうのがテーマですはい はい、これはもう <laughs> あの記念すべき「パメパメレボリューションの」の、えっと、ジャケットとアーティスト写真になっていてあの私サメがすっごく好きなんですホウジロザメというサメなんですけどでどうしても「そのパメパメレボリューション」で革命という名がついているんだったら、うん、ホウジロザメと一緒にあの写真を撮りたいということで頭にこれを。 つけさせててもらって、うん、で衣装はこれは一応引くと分かるんですけどサンゴになってて<ー>ちょっと海な、ね、になってるんですよね、うん、えこれ上からこうなんかこう紙吹雪を一応ふらしていて<ー>はい撮りました、うん、髪の毛も紫のウィッグをつけてこれはラホーレ原宿に大きく貼られたりだとか、うん、バスが走ったりとかすごい私も街の中で見る写真でしたねうん,うん。うん あ,あ、そうそうそう。前から聞きたかったんだけど、この一年ですごいこう例えば自分のポスターが、はい、ラフォーレとかいろんなところで渋谷の東急のあそこにばーって貼られたりしてるじゃない。どういう感じなの？なんか気持ち追いつく？え全然追いつかないです。なんか意外と <laughs> あ、私だみたいな感じですね。うん、キャリチャーちゃん意外と普段は普通で、はい、まあ今止められてますけど、<笑><笑>で電車とかもね普通に乗っちゃうし、ねはい、そうです。普通に街も出歩いてます。うんうん、なんでなんかこう。い でなんか周りの状況と自分のこの気持ちがこうなんか差が出てくるのってどういう感じなのかなっていうのがまあ個人的に聞きたくてそうですね、うん、なんかびっくり自分がいるってすっごいびっくりしますねでも嬉しいし、うんうん、誰かと一緒にいるときはちょっと恥ずかしいっていう気もしますね <laughs> はいえ友達と自分が出てるテレビとか見たりするの見たりしますね<ー>コマーシャルも流れたりするんで、うん、でも意外と私の友達って、うん。 あの昔から友達の子が多いので、うん、全然変わらないんですよ<ー>そのキャリーパミュパミュとしてというより幼なじみとして接するんで、うんうん、何にも言われないですんあ出てたよねみたいな感じですねあじゃあ僕の方が結構ドキドキするかもなんかこう、うん、気抜けてる時に CM で出てくるじゃないあって急にあっってなります ででこうやって喋ってて「あ紅白」出たんだよな「紅白歌手」なんだよなとかってふと思うとなんか前と違うのかなと思いながらも楽屋とかで一緒にいると全然変わらないからそうなんですよね全然あの周りの環境はこの1年間本当に変わったんですけど自分自身はまだ変わってなくてまだ変わってないというか、うん、追いついてないです、その環境に。まあ、自分はマイペースにやっているだけで、うん いろいろなことに挑戦させていただいた一年という感じです。うん、でも楽しそう。楽しい、もうめちゃくちゃ楽しいです。うん、はい。うん、なんか仕事というより趣味の延長戦でお仕事できてるから嬉しいです。えー、はい。あ、じゃあ,あ<ー>ファッションモンスター。これ,これすっごい聴く私気に入ってて、うん、ファッションモンスターでえっと衣装もその白と黒ベースの衣装がいいなと言ってて、最初にファッションモンスターの曲を聞いたときに。 私あのビートルジュースっていう映画が大好きでティム・バートン監督の映画なんですけどそれに出てくる主人公がその白と黒のストライプの、えっと、セットアップの衣装を着ていてあー私、これセットアップがいいなということで、うん、PV はその白黒にしていただいてこれも足でそれを表して撮ます。 すっごい長くて大変だった、ね、もうやばかったもう覚えてないですもん<え><こ>う後半 <laughs> 疲れすぎてほんとにこもう40時間ぐらいやってましたじゃない,ですかいややってました<え> CM も撮ったんで大変でしたねはいこれもそうですね、うん、ああそれでこれ、あのー、気に入っているのが頭にコウモリがついてます、うん、<laughs> あの髪の毛なんですけどね髪の毛を一本一本貼って2日間ぐらいかかるってヘアメイクさん言ってましたもう 1>, あ1個作るのやり込んではい、はい、これは小西さんって方が あ、これあれれだ、ファッションモンモスターの PV、はい、これ僕が楽器を担当したんですけども <laughs>、うん、これやっぱり最初に監督からこう聞いて制作意図を聞いた時に、まあ、そのモンスターっていうのはこう一回死んだものゾンビとかって死んだものがこう生き返るじゃないですか。なので僕はこの楽器を制作するにあたって本当にこのガラクタ工場に行って本当のゴミをこうくっつけて。 また楽器として蘇らせるってことをしたんですよ。そうですよ。えー、これ本当に細かくて、でもかっこよくて、うん、もうその一度なんだそのえっと捨てられてしまった楽器たちが喜んでいる確実に喜んでいる楽器ですよね。そうですね。本当にこの埼玉のガラクタ工場で外国に鉄くずを輸出する工場があるんですよ。そこではもう日本語が 全然通じないところなんですけどそこまで行ってヘルメットかぶってこのガラクタの中からこう鉄屑の中かこう集めて作ったのがこの楽器なんですね、うん、すごいこれ最後壊しちゃいますもんね、うん、一回、うん、あ、そうそうこれねはい,はい。これ電話もついてておしゃれな楽器で、うん、モンスターたちも特殊メイクをしてもらって、うん、あの外国の方だったんですけどすごい楽しく撮影できました途中でこの居合切りするおじいさんが出てくると思うんですけど <laughs> あの頭の特殊メイクも5時間ぐらいかかるんですよ。入り時間めちゃめちゃ早くてずっと、えー、っのあのままだもんねそうずっとあのままで大変そうでしたけど、うんえー、本当に真剣を使ってましてですね途中でこう切るシーンがあるんですけど<う>あれがかなり危ない撮影で結構こうもし外してこう刀とか飛んできたらえらいことになるんで,で見せてもらえないんですようん、うん、みんながこう離れて。はい で、最後はやっぱりスライムをかぶって終わったんです <laughs>、うん、私が監督に今回どうしてもやりたいことがあってピンク色のスライムを頭からかぶりたいっていう謎の提案をしたらあ、いいよ、それ面白そうだしやってみようということでかぶらせてもらったんですけど、<laughs> めっっち気持ちよかったです普通に。<laughs> あれ、僕たちが担当したんですけども、ずっと入りしてからずっとこねてるんですよ、スライムを。こね、はい、ね。てました スライムをずっとこねてでも撮影40時間あるんで40時間後一番最後じゃないとこの衣装もだめになっちゃうの、ね、ですずっとこねてこねてこねてやっと40時間後だと思ってこう垂らすみ,、ね、みんなの努力と苦労が詰まった PV ですよね。あそしてこれがあの、うん、新曲のフリーソデーションと君に100%のアーチャーです今回攻めてるよね、ジャケットを。<laughs> ういうクラウチングスタートでやっていくぜって二十 <laughs>、うん、歳いくぜっていう意味を込めてこれでもねすごいびっくりされたのがちょっとナチュラルだねって言われたんですよ。って言われたウェディングドレスを着て、うんあのー、でもこれなんだっけ靴が普通の靴だあのシューズを履いているんですけどこれが最新のアーシャです。ななんかすごい斬新だなと思って、ね、<laughs> 普通にホテルのの部屋のなんか 窓のところで撮りましたね。<laughs> あ、そうなんだ、これ。<laughs> そうなんですよ。なるほど。はい。いやー、なかなか、こう、面白い。ジャケットです。スティーブさんの中で、これ一番好きかも。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。真っ白なんですよね。はい。あ、これね。はい、これフリーソデーションですね。うん、今回、そのフリーソデーションで、新しく注目。 新しく変えたところが何点かあって、うん、まず大人になる自分ということで見た目も変えていこうと思っていつもあのツインテールとかが多かったんですよあ,<ー>あとウィッグ、うん、なんですけど今回初のポニーテールに挑戦して、うん、はい、まあ、ちょっとした変化なんですけどそれとあとパンプスを履いています<あ>いつもはね厚底とかあのドクターマーチンを履いてたんですけど、うん、パンプスに挑戦してちょっとね足痛かったです普通に <laughs>、はい。 こここの撮影で一番印象に残った点は、一番印象に残った点はやっぱりあの最初のこんにちはっていうところからの振りの揃い、うん、揃えるのをすごく頑張りましたね。うんダンスに一番力を入れました。難しいよねこれね。めっちゃ難しいんですよこれ。あのまあ素人目なんですけどキャリーちゃんの振り付けって意外と難しいと思いませんか？<laughs> なんかあの真似できそうで <laughs>、うん、意外とできないんですよ。 確かにセバスさんも一緒に踊ってくれたりしますもんね、うん、それ意外と難しいんですよね現場でやっぱ覚えようと思って一生懸命こう見てやってるんですけどうん、うん、結構覚えられなくてなんかねその歌詞と振りがリンクしてることが多くて、うん、あのな、ー、なんだっけなあちょっともう忘れちゃったんですけど、うん、あ,のあ、そうだつけ,まつ,けつけまつけるとかもこうつけまとかパチパチとかで手を動かしていたりとか、うん、細かいとこまで 歌詞が入ってきてきますね、うん、ダンスになんかファッションモンスターもファッションモンスターってこう弾くでしょモンスターなんかイメージ的には結構こうなる感じなんだけど感覚でやるとね、はい、でもこう弾くっていうのが結構そ、まあ、ポイントだとは思うんですけど、はい、意外と難しいなと思そう,そうなんですなんかこういう感じじゃなくてなんかこういう感じとか、うんうん、細かいとこが難しいかもしれないですね。うんうん そういうところもね、なんか P. V. として見てもらうと、結構面白いかなと。と、はい、そうですね、はい。はい、はい。はい、で、そうですね、これで、まあ。P. V. 何個作ったんだっけ、五個。P. V. まあ、一二三。シングル何個出してましたっけ。ね。結構いっぱい作ったね、一<個>年で、すごいいっぱい作った。んでい,やいっぱい作ります。ね、ええと、あれだ、ポンポンポン。つけまつけるキャンディーキャンディー。ファッションモンスターフリーソデーション。五ですね。うん。うん どこを作,、はい、作ってさて、いよいよ海外ツアーが決まりました。そうなんです。うん、はい、あありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> すいませんね。海外ってどういうイメージ？今まで何回も言ってるんだけど、海外は、うんうん、えー、っと海外でそのライブをしたことがま過去何度かあるんですけど、うんうん、なぜ知っているんだ？っていう情報まで知ってたりとか、うん、海外では売ってないようなグッズを持ってたりだとか。うんうん 歌詞も日本語なのに、覚えていてくれてたりとか。あの、海外の方って、すごい、こう、愛が伝わる。ファンの方、多いなと、すごく、思い、思いますね。うん。うん。で、もう2月。もう来月だね。来月です。はい。いよいよ、パリ。ベルギー、ロンドンと、行ってまいります。はい。そうです。セバスさんも、一緒に。行ってまいりまして。はい。うん。まあ、パリはね、この間、えっと、去年、7月に。 でもうす本当にこれすすごかったんですよパリの女の子たちがこう1万人近く集まって、うん、でまあ、ああいったジャパンエキスポなんで、まあ、日本のアーティストに対して結構みんな知ってるんですけども、はい、こんなにその現地の人が集まったアーティストはいな,いいなかったらしいんですね。うんうん、なのでかなりやっぱり現地の盛り上がりはすごくて、うんあのー、キャリーちゃんもそうなんですけど僕たち裏方スタッフがこうハグして、うん やったねみたいな <laughs> そうですね、うん、そういう感じがあってすごくハッピーなな空間になったんですよね、うん、私も本当にびっくりしましたその初めてのジャパンエキスポでフランスでのライブということで、うん、まずはキャリーパミパミという一人の日本人の歌手がいるぞっていうことを伝えに行くぐらいの最初気持ちで行ってたんですけどうん、うん、行ってみたらもう全く皆さん知ってくれていて、うん、で一緒に振り付けもやってくれたりだとか、うん、もちろんその言葉の壁も あるいろいろ心配したんですけど「なんかボンジュール」っていうより「こんにちは」って言った方が盛り上がったりとかしてうん、うん、日本も好きだしあとその日本の音楽も愛してくれているって嬉しいなと思いましたやっぱキャリーちゃん結構「ボンジュール」とかこう「アンドゥトゥルアとか覚えてくんだけどね、はい、結局日本語で言った方がねそうそうそう先生、うん、ほとんど日本語でした「盛り上がってますか?」とか言ったら、うん、みんなちゃんとね答えてくれるしね、はい、うん。 でもなんかね、もしかして人集まらなかったらどうしようとかひやひやしたり、ね、毎回ひやひやしてす。それはもう私普段のライブでもそうですけどね、うん、はい <laughs> あそうなんだヒヤヒヤそういうのあるのうん、なんかひやひやはするんですけど、うん、でも本番前にその会場の雰囲気とか見ると、うん、あいける子いけるなという感じでできますねそれでそのこの間のそのジャパンエキスポをあってそこから夏のフェス いいいっぱい出たじゃない夏フェスにたくさん出させていただきました2012年はでそ。その後帰ってきて、はい、フェスいっぱいいろんなとこ行って帰ってきて、はい、一回ライブ見た時にそのフェスは僕ついていかなかったんですけど、はい、見た時に成長してて <laughs>、はい、なんかこのキャリーちゃんってこの分かりやすく成長するって感じもすごく魅力なんですよ。ななななんんで一ヶ月会わいいとかか自分が置いててれそうな感じもあって、うん、たまに あの1か月ぐらい間空いちゃうと結構、はい、会えるのが嬉しくてそうですよね、うん、あのそのそジャパンエキスポでまず海外の方からあの応援というか勇気をいただいて、うん、それで夏フェスに挑んだ時に夏フェスってお客さんもすっごく盛り上がるんですよ、音楽好きの方たちの集まりなので、うん、でもちろん私のことを初めて見る人たちが多かったとは思うんですけど、なんかその夏フェスで初めて自信がついたんですよ。なんか、うん その今までってたくさん出ているアーティストさんの中だと、まあ、どうせ私だって見に来てないぐらいのスタンスでやっていたんですけど、うん、こんなにも盛り上がって楽しんでくれるんだったら、うん、自分自身も楽しまなきゃっていう風に思えてそれでこう楽しくなっていってそしたら自然と一緒に歌ってとか、うん、そなんか煽りができるようになっていきましたね掴かかむの上手いよ、ね、お客さんあああのこの中でキャリーちゃんのライブ見たことある人いますか なありがととうございいいまますあの想像以上に激し思んか意外とほんわかして可愛い感じなのでなんかふわふわしたライブかなと思ったら全然違くて結構みんな飛び跳ねるようなねうな結構激しいライブなんですよね。キャリーキッズというダンサーさんがいたりだとか、うん、あと振り付けもお客さんと一緒にやれる振りが多いのでみんなでライブを作るという感じですかね。うんうん、でも最近その目指してていることがあって、うん 私のライブは普通のライブじゃなくて、うん、あのお客さんがテーマパークで遊びに来ているようなライブができたらいいなということで、うん、そのセバスさんも美術を担当していただいた武道館ではそれが再現でできたかなと思いますすそうですねそ武道館の話が出たんで武道館はどういった美術をやったかというとですね、はい、まあもう D D 出る出てんのかなもうすぐ出ますね。はい、で見ていただきたいんですけどあの武道館をこう一緒に話して大きな絵本にしようって言って。はい でできなかき割りをいいっっぱい作ったんすその中でライブやったんですけど、はい、なんかこれあのー、関係者の話ではああいった武道館でこういったものをやるのって斬新なアイデアすぎで、はい、これである美術やったのってこれは普通の武道館をやる人の美術ではないって言われて <laughs> そうなんです、ねうん、そこまでなんか斬新でうん、うん、普通はみんながちょっと。 びっくりして、まあ、ライトとかですよね、あと照明とか、いろんなことを計算すると一番やりづらいセットを武道館の規模でやったと。えー、そういった感じで<う>結構評価してくれた人がいて、そうキャリーちゃんというのはそういったものをなんかチャレンジさせてくれるクリエイターがなんだろうなこうじ知らず知らずにキャリーちゃんによってこう伸ばさせてくれるっていう、うん、そういう感じがすごいあるんですよね。あ嬉しい。うん、そうですね。あとやっぱ武道館は。うん すごいもう前日にドキドキしすぎて変な,な DVD6 本ぐらい見て気持ちを落ち着かせていたんですけど初めての,そのワンマンライブで武道館の規模で,あと規模で私一人のアーティストでグループじゃないのですっごく緊張したんですけどでもやってみたらすごく楽しくて時間が過ぎるのが早くてあと一つどうしてもやりたかったことが空を飛ぶ羽をつけて妖精になって空を飛びたいっていうのを。 あのー、みんなにお願いしてそれを実現させていただいて、うん、その頂上で手をふわってやったら妖精の粉が舞うような演出ができたのがすごくあの夢が一つかなったなと思いますね、うん。これワンマンツアーのライブハウスの方のツアーの時に、MC、ででしてたんですよ、はい、僕は横で「あ飛ぶんだどうしよう」ってずっと思ってたんですけどこれを飛ばないとダメだなと思ってててて飛びたたいっっっっうのをずっと言ってたら武道館が決まってできて。うん それであのこう聞いた話ですごく嬉しかったのが、うん、まあ知り合いの方のお子さんで5歳ぐらいの男の子なんですけど、うん、すごいキャリーちゃんが大好きで,、うん、で武道館のライブを見た時にいきなり羽をつけて空を飛ぶもんだから本当にキャリーパンメぱんべって空を飛べるものだと思ってるんだよっていうのを言われて <laughs> でもそれってやっぱりちっちゃい子供に夢を与えられているのかなというふうに思ったので、うん、なんかこれからもその。 子供たちにも夢がこう与えられるようなちょっと非現実的なことに挑戦していきたいなというふうに思いました。うん、いいね、非現実的。非現実的がいいですよ。もう得意分野なの。得意分野ですよね。<laughs> うん、<laughs> PV でいつもやってますもんね、うんうん。でもライブでもそれができたらいいなというふうに思います。うんね、はい。なんかそのキャリーちゃんがいつもその気をつけてほしいポイントとしてやっぱ子供たちも見てるからっていつも言うじゃないそうです。もうやりすぎちゃうと引いちゃうからね。うん、子どもたちが。<laughs> そこをなんかいつも素敵だなと思いながらありがとうございます、うん、はい、はい、あでそっかワールドツアーの話がちょっと取れたんですけど、はい、それでヨーロッパ行って、うん、アジアそうですアアジアは、うんえっと、上海と香港に以前行ったんですけれども、うん、ほとんど初という感じになっていて韓国とかも行くのかな、うん、あのアジアってでもあんまりそ YouTube とかその中国も何でしたっけあの YouTube 見れなくて他のサイトだったりとかするので知ってくれている方はまだまだ全然いないと思うんですけど、うん、ちょっとあの自己紹介がてらにしっかりライブをしていきたいなというふうに思いますちょっとねなんか雰囲気がつかめない感じあるよね中国でライブやった時に行ったらそのど香港あ、上海に行った時に。 お客さんがみんな椅子に座っていって、うん、で、ライブなのでみんなで立って盛り上がってライブしようかなと思ったら椅子から立っちゃいけないっていう、うん、あの決まりがあって立ち上がったらその人はヤバいやつだと思われて警備員さんに連れて帰っちゃうんですって<ー>そういうその国の文化のライブ方法もあるのも面白いなと思いましたあじゃあどうやろうねつけまとかねあでも座って盛り上がったこういう感じでしたけど <laughs> 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 やりました <laughs>、うん、はいあと えっと、上海、香港、あと韓国も行くんだね韓国は決定してますね。うん、はい、うん、初です、す、うん、で、その合間に実はもう ZEP ツアーも決まってすね。ZEP ツアーが始まるので、うん、あの日本の皆さんぜひぜひ東京もやりますのでのすキ a リーちゃんはですね、あのやっぱりこのワンマンライブツアーは結構魅力がぎゅっと詰まっているので、うん、フェスのライブもすごいいいんですよこう勢いがあって。でもなんかこの ややっっぱぱ非現実感的なのはやっぱりねライブハウスに入ったとこからもそこは異空間みたいなのをできたらいいなというふうに思っててなので曲知らない人もね気分になって帰れるってよく言うてますね。うんうん、でもやっぱりその武道館ライブを終えて思ったことなんですけどもちろん武道館もすごく広くて気持ちよくてあのセットもたくさん作れて。 すごく素敵だったんですけど ZEP、うん、ツアーぐらいの距離の方がお客さんとも近いんですよね、うん、距離が。うんうん、なのでこう一体となってライブができるっていうのはすごく大きいいなと思いましたあのぐらいが、まあ、僕は美術セットですけど着ぐるみもたくさん出てきたりだとか、うん、見どころが多いライブになるんじゃないかなと思いますなのでそうですねなんかフェスのライブも楽しんでいただいてあれは勢いとか。 この激しさも、うんね、味わっていただいて<撃>ツアーではこう本音かと夢の世界へ、はい、もう MC もだら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 喋ってるんでね <laughs> MC もねあのキャリーちゃん上手くなったよね本当ですか、うん、なんかだんだん親の目線になってきてるんですけど <laughs> そうですよねはい、うん、そう一人喋りなので、うん、なんか。 う今日見たグロい夢の話とかそういうのを永遠とずっと喋ってますけどね最初の頃はもうヒヤヒヤしてあきゃりんちゃんちゃんとうまく喋れるかなとかっていつも思ってたんですけどだんだんんかお客さん掴むのやっぱ勘がいい子なので掴むのがうまくてだんだんこうだんだん長くなってくもんね。でも絶壁ツアーとかまあ近い距離だとお客さんとも会話をしたいなと思うので客席と結構おしゃべりしぶたりしますね。その後に アジアが終わってからいよいよアメリカツアーですね。はい、アメリカですね。うん、セバスさんとは L.A. に、ね、そう最初の海外の、ね、えっとライブをプロデュースしたのが僕なんで、はい、L.A. でやったんですね。去年一昨年の12月か。うん、でもあの時にキャリーちゃんがこう変わる瞬間覚悟を決めた瞬間っていうのを僕 L.A. で見て、はい、であそこからなんかすごくプロ意識プロ意識っていう言い方おかしいかなうん、うん、なんか自分がこういった立場でこう人に 発信していくんだよっていうのを強烈に自覚した瞬間だったんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、なんか自信、うん、がやっぱり海外に行くと自信、うん、がつくんですよねすごく、うん、あ私の知らない世界で知らない言葉も通じないような人たちがこの日本の曲を歌ってくれていて、うん、しかも応援してくれているというのはすごく自信につながってきていて、うん そうやったらもっと自分自身も楽しまなきゃとか、うん、もっとこうやりたいことを全力でやっていこうっていうふうに思いますあの時ね今と違ってセキュリティとかもそんなに甘かった時だったんでうん、うん、いきなりお姫様抱っことかされてたよねそう怖かったよね <laughs> 連れてかれちゃうと思,思いました <laughs> 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 あの普通に握手会みたいなやってたのかな、うん、なんか写真記念撮影撮ってたらムキムキの外国のことにいきなりお姫様抱っこされてね、うん テンパりりまましししたたなあれは <laughs> びっくそういうのがあってまあアメリカにまた2度目の上陸そうですね、うん、今度は大きいところでやるんですよ、うん、そうですよ、ね、すごいいや緊張する私のライブの,その海外ツアーの,あのやり方というか方法としてはあの本当に日本から多分結構海外でやっている方ってファンクラブ何名様とか、うん、あの日本のファンの方も 結構連れて行ったりしているみたいなんですけど、うん、そういうの一切なしで本当に現地に集まる人だけっていうのがあるので、うん、ちょっとドキドキですよねどう掴んでいいかね味、うん、方が少ないからねそうなんですよ、うん、でも皆さん来てくださいね<え>アメリカもねあの全然ぜひぜひアメリカで待ってます <laughs> はい、うん。アメリカはまたアメリカのキャリーちゃんでまたこのなんか日本人がでっかいところで頑張ってる っていうのを見てもらうためにも、アメリカのキャリーを見るっていうのも結構面白いかもしれないですね。<laughs> はい。あの、テレビとかもちろん映像とか多分出ると思うんですけど、うん、そう、そういったのじゃなくて、現地のあの。生の、なんか空気感ね。感うんうん、あれすごいんですよね。ねうん、結構大変だよね。一人で全員引っ張ってくるわけだもんね。いや、大変ですよ。横で、祈ってるようにはするけどね。横で祈ってくれる。<laughs> うん、でも、やっぱり。 あのセバスさんもついてきてくれるしワンマンライブということはやっぱり日本とそれほど変わらず全力を尽くしてあのやりたいなと思っているのでもちろん衣装だったりあとまあ空港があるのでセットは大きいの持っていけられないけど装飾したりだとかちょょっと考えていきましううねうんそうだねそだあとはそのなんかよく言われるのがその現地の日本人がこのアメリカ人相手にこう。 日本のカラー日本のカルチャーでバッサバササ切っってていく感じがすごい誇りだだ言われるんんか日本の良さっていうのをもっと海外の人たち、うん、と特にアメリカとかそういったヨーロッパの人たちにどんどん伝えられていくと、うん、世界もうちょっとね日本っぽいこのおおらかなこの文化がもっと広がっていくと、うん、もっといい世の中になるんじゃないかなと思いますよね。うんうんはい、そうでででですね年、うん、年の今鈴木で年始でやっている えと2013年のテーマは世界制覇ですっていうふうに言わせていただいているんですけど、うん、その理由はやっぱりその2月からワールドツアーが始まるということで、うん、これは2013年だけじゃなくて2013年からの永遠のテーマで世界制覇っていうふうになっているので、うんうん、やっぱりその日本だけじゃなく海外でも活躍できるようなアーティストになれたらいいなというふうに思います。 キャリーちゃんってなんか本当に世界制覇しそうじゃないですか <laughs> ね。だって紅白もさ、一 <laughs> 年でやっぱ紅白行くかなって,って。いやーもうびっくりです。だって一年前のラジオで、うん、えっと夢はあのミュージックステーションに出演できたらいいな本当に。それが今一番やりたいことですねとか言っていたのが本当に一年前で。うんね、今ではもうあの M ステのスーパーライブにあの出させていただいたりだとか。うん すごく貴重な経験をさせてもらってますねだって去年の2月だよあのクワトロでライブやったのあそっか、うん、まだ1年経ってなくて去年だあの時は200人ぐらい300人ぐらいだったもうちょっと入ったか400人ぐらいの前だよねで規模がね全然、うん、あ全然もうなんだっけあの えっと舞台もちっちゃいからあんまり置けないみたいな話しててあと柱が邪魔だとか言って柱が邪魔とかねそういう規模だねやってましたよねあれ2月ですかそううわうわこれ泣いちゃうなこれはそっかで去年のライブハウスのツアーはもう仙台とか札幌とかすっごいちっちゃいところでねえっと100人ぐらいのところここより狭いよねえもう狭い狭いあとそう狭すぎてあの恥ずかしくなっちゃいましたもん <laughs> 近,<て>近すぎてねそうだ1年いろいろありましたね、うん、なので世界制覇ってあながち結構その大ごとじゃなくて、はい、意外と早いうちに制覇できるのかもしれないねいそうですね行けた、うん、行って、うん、でもやっぱり海外ツアーってその楽しみがもう一つ裏にあって、はい、まあセバスさんと一緒に買い物に行ったりだとか、うん、フランスに行っても一日休みがあったので、うん、一緒にあのエッフェル塔見たりね あのう、ーーラタ食べてね。うん、はい、楽しかったです。そう、一緒に買い物行くんですけど、僕がこう、キャリーちゃん、これ可愛いから、買いなよって言うと、大体買ってくんないんですよ、ね。<laughs> で、ボソッとマネージャーさんに、<laughs> セバスさん、変わってるかな、からな、ってこんなの。買えないよなって、ボソって言うんですよ。で、まあ、キャリーちゃんに言われたくないな。と思ってて <laughs> い,やい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 や、そんな。<laughs> でも、ほら、セバスさんとして、トイザラスね、ね、うん、あの LA のトイザラス行ったりして「これいいおすすめだよ」って言われたらトイザラスのもの飾ってますよ本当？ああよかったちょっとは気に入ってもらえたのかな気に入ってます気に入ってますであもうそろそろあれですねはいそろそろ皆さんから質疑応答とかだいてはいはいじゃ質問の方受け付けたいと思います質問ですねしたい方挙手をいただけますでしょうかはい じゃあ、まず前の女性からよろしいですか。はいはい、マイクが今とかめずめ、あんまないですよね、最近ね。ちょっと釣れちゃう。はい。えっと、一年前からずっと好きで。見てます、はい、ありがとうございます。えっと、今年、私も二十歳なんですよ。はい。で、明日成人式なんですけど。うんはい、同い年として、二十歳の二十歳の一年間の抱負とかありますか。はい。えー、っと、二十歳の抱負はですね、あの社交的になるっていうのが。<laughs> 一番でして、私はこう見えてすごく人見知りで実はすごい内気なんですよ性格が。なので二十歳になったのお酒が飲めるしもうちょっと世界が広がるなと思っているので社交的になって楽しい毎日を過ごせたらいいなというふうに 思います。じゃあ同じ新成人ですね。はい。明日じゃあ振りそでますか。すあじゃあ振りデーションを聞いて、はい、ぜひ成人式の会を向かってください。はい、じゃあ,あと一問だけ、えー、質問受け付けたいと思います。教師いただけますでしょうか。はい。座る方。じゃあ。じゃあ真ん中にいらっしゃる手前の女の子のか女性の方、今マイク渡します。こんにちは。こんにちは。あ,あの初めて。はい。 えと、見に行きました。<あ>すごく。はい、えっと、それであの最初に六パーセントドキドキのお話出てて、うんうん、私もすごい大好きで、今日も持ってきたんですけど。ねはい、えっと、今も、あの、えっと、お買い物とかしに来たりしているんですか。はい、あの今も、えっと、空き時結構撮影とか、お仕事って。二時間ぐらい空き時間ができたりとかが多くて、その時にはもうフラット六パーセントドキドキね、うん、行って。 あのセバスさんはあんまり田舎いないんですけど、あのショップがあるのゆかちゃんとバニーちゃんとお話ししたりとか、あのアイテム審査アイテムゲットしてます。はい。ありがとうございます。本当に来てますよ。本当に来てます。だたまに会いますもんね普通にばったり。全然います。ありがとうございます。ありがござす。あのすごく憧れてるんで、はい、あのあのはいはいはいあここれからもなんか、はい、あの。 似たようなというか憧れた存在で、あのああ私も私らしく、はい、あのファッションとかしていきたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、ありがとうございました。じゃあ質問は以上とさせていただきますので、いやなんか結構み皆さん熱いね,ね<え>質問で、やっぱりファンの方とか、うん、こういったあの特集見に来てくださっている方とお話できたりとか。うん その人の気持ちとか聞けるのってすごく嬉しいですよねなかなかトークショーないからねないんですね最近もうライブが多くてあまりないですねトークショーははいんかすごく楽しいイベントになりましたねなりましたねまだまだ話足りないような気もしますけども結構今日キャリーちゃん素だと思いますよこれでも完全にこれは素ですねはいなんでこんな感じのキャリーちゃんを今年もよろしくお願いいたしますよろしししくお願いいまますありがとうござた ありがとうございます。